こんな症状でお困りじゃありませんか？これからこの症状について少しだけお話しします。重力に負けたことによって起こる変化はいろいろです。負けてしまって下へ下へ引っ張られるままに力が抜けてしまっている場合もあれば、なんとか抵抗して立ち上がろうとする頑張りが故障につながっている場合もあります。この絵の人はさほど負けているようには見えません。しかしこの人の膝は抜けています。歯に力を入れて立っています。歯に力を入れた状態が長く続くと、眠っている間に歯ぎしりをするようになります。歯ぎしりは頑張って歯を食いしばっている立っている印なのです。歯ぎしりが強く起こると前歯と奥歯の中心に力が入るため、耳の奥の耳管を締め付けることによって難聴が起こります。いつの間にかテレビの音が大きくなっていませんか？チェックポイントとしては、家のやや重い仕事は困難、掃除機の使用や布団の上げ下ろしが難しいとか、朝起きた時緊張が取れない状態が続く、朝からすごく疲れやすいとか、そういった状態ですね。あと耳が聞こえにくい、凝視すると体が揺れる感じがするなどは、こういった症状にあります。当センターでは来院された方のお体をしっかりと拝見し、不調の根本原因を分析して治療および豊富な指導をご用意しております。今回の内容についてはいかがでしたか？もし何かお困りのことがあったらお気軽にご相談ください。詳しくはホームページをご覧ください。